今日の朗読ごんぎつね新見南吉、読み手は淀志里恵。ごんぎつね新見南吉。これは私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって、中山様というお殿様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にゴンギツネという狐がいました。ゴンは一人ぼっちの小狐で、シダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でもあたりの村へ出てきていたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、菜種柄の干してあるのへ火をつけたり、百姓屋の裏手に吊るしてあるとんがらしをむしり取っていったり、いろんなことをしました。ある秋のことでした。2、3日雨が降り続いたその間、ゴンは外へも出られなくて穴の中にしゃがんでいました。雨が上がるとゴンはほっとして穴から這い出ました。空はカラッと晴れていて、モズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の堤まで出てきました。あたりのススキの穂にはまだ雨の雫が光っていました。川はいつもは水が少ないのですが、3日もの雨で水がどっと増していました。ただの時は水に浸かることのない川べりのススキや萩の株が黄色く濁った水に横倒しになって揉まれています。ゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いていきました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそーっと草の深いところへ歩き寄って、そこからじっと覗いてみました。氷柱だなとゴンは思いました。氷柱はボロボロの黒い着物をまくし上げて、腰のところまで水に浸りながら魚を取るハリキリという網をゆすぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょうに丸い萩の葉が一枚、大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると氷柱はハリキリ網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それは太いうなぎの腹や大きなキスの腹でした。氷柱は陸の中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。氷柱はそれから陸を持って川から上がり、陸を土手に置いといて何を探しにか川上の方へかけていきました。氷柱がいなくなるとゴンはぴょいと草の中から飛び出して陸のそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンは陸の中の魚をつかみ出しては、ハリキリ網のかかっているところより下手の川の中をめがけてポンポン投げ込みました。どの魚もトボンと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました。一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭を鼻の中に突っ込んでうなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッと言ってゴンの首へ巻きつきました。その途端に氷柱が向こうから、うわぁぬすとぎつねと怒鳴り立てました。ゴンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが、うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに飛び出して一生懸命に逃げていきました。ほら穴の近くの藩の木の下で振り返ってみましたが、氷柱は追っかけてはきませんでした。ゴンはほっとしてうなぎの頭を噛み砕き、やっと外して穴の外の草の葉の上に乗せておきました。
10日ほど経って、ゴンが弥助というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で、弥助の家内がお歯黒をつけていました。鍛冶屋のしんべヱの家の裏を通ると、しんべヱの家内が髪をすいていました。ゴンは、村に何かあるんだな、と思いました。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら、太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に登りが立つはずだが。こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある兵十の家の前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て腰に手ぬぐいを下げたりした女が表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かぐずぐず煮えていました。ああ、葬式だ。とゴンは思いました。兵十の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎると、ゴンは村の墓地へ行って、六地蔵さんの陰に隠れました。いいお天気で、遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い切れのように咲き続いていました。と、村の方から、カーン、カーン、と鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には彼岸花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。兵十が白い紙紐をつけて位牌を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしおれていました。ははん、死んだのは兵十のお母だ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩、ゴンは穴の中で考えました。兵十のお母は床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで兵十が張り切り網を持ち出したんだ。ところが、わしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから兵十はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい。うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。ちょ、あんないたずらをしなきゃよかった。兵十が赤い井戸のところで麦を研いでいました。兵十は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの兵十か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだーい、いきなりイワシだーい。ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と、弥助のおかみさんが裏戸口から、イワシを送れと言いました。イワシ売りはイワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで、弥助の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間に、カゴの中から五六匹のイワシを掴み出して、元来た方へ駆け出しました。そして、兵十の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで、穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、兵十がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いに、まず一ついいことをしたと思いました。次の日には、ゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ来ました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて、茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。変なことには、兵十の頬ぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろう、とゴンが思っていますと、兵十が独り言を言いました。
一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われて、イワシ屋の奴にひどい目に遭わされた。と、ブツブツ言っています。ゴンは、これはしまった、と思いました。かわいそうに兵十はイワシ屋にぶん殴られて、あんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながら、そっと物置の方へ回って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日もゴンは栗を拾っては、兵十の家へ持ってきてやりました。その次の日には、栗ばかりでなく、松茸も2、3本持って行きました。月のいい晩でした。ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。中山様のお城の下を通って少し行くと、細い道の向こうから誰か来るようです。話し声が聞こえます。チンチロリン、チンチロリンと松虫が鳴いています。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。話し声はだんだん近くなりました。それは兵十とカスケというお百姓でした。そうそう、なあカスケ、と兵十が言いました。ん？俺はこの頃とても不思議なことがあるんだ。何が？おっかあが死んでからは誰だか知らんが俺に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよ。ふーん、誰が？それがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。ゴンは二人の後をつけていきました。ほんとかい？ほんとだとも。嘘と思うなら明日見に来いよ。その栗を見せてやるよ。へえ、変なこともあるもんだな。それなり二人は黙って歩いていきました。カスケがひょいと後ろを見ました。ゴンはびくっとして小さくなって立ち止まりました。カスケはゴンには気がつかないでそのまままっさと歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると二人はそこへ入っていきました。ポン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 と木魚の音がしています。窓の障子に明かりがさしていて、大きな坊主頭が映って動いていました。ゴンは、お念仏があるんだな、と思いながら井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくすると、また三人ほど人が連れ立って、吉兵衛の家へ入っていきました。お経を読む声が聞こえてきました。ゴンはお念仏が済むまで井戸のそばにしゃがんでいました。兵十とカスケはまた一緒に帰っていきます。ゴンは二人の話を聞こうと思ってついていきました。兵十の影帽子を踏み踏み行きました。お城の前まで来たとき、カスケが言いました。さっきの話はきっとそりゃ神様の仕業だぞ。え？と兵十はびっくりしてカスケの顔を見ました。俺はあれからずっと考えていたが、どうもそりゃ人間じゃない、神様だ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしちゃって、いろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかな。そうだとも。だから毎日神様にお礼を言うがいいよ。うん。ゴンは、へえ、こいつはつまらないな、と思いました。俺が栗や松茸を持って行ってやるのに、その俺にはお礼を言わないで、神様にお礼を言うんじゃ、俺は引き合わないな。その明くる日もゴンは栗を持って兵十の家へ出かけました。兵十は物置で縄をなっていました。それでゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時兵十はふと顔を上げました。狐が家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎを盗みやがったあのゴン狐めがまたいたずらをしに来たな。よーし。兵十は立ち上がって、納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせて近寄って、今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちました。ゴンはバタリと倒れました。兵十は駆け寄ってきました。家の中を見ると土間に栗が固めて置いてあるのが目につきました。おや？と兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか。
いつも栗をくれたのよ。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。教授は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。